初期東京専門学校の学生と教員、坪内逍遥から1935年2月28日は日本の小説家、評論家、翻訳家、劇作家。小説家としては主に明治時代に活躍した。代表作に小説神髄、統制書生記質及びシェイクスピア全集の翻訳があり、近代日本文学の成立や演劇改良運動に、 大きな影響を与えた。本名は、坪内雄三別号に、朧好きよにおぼろ月夜にごとくものぞなきの古歌にちなんだ春野や、おぼろ、春野や主人など、俳句も読んだ。尾張藩領であった、美の国加茂群大田塾で、江戸幕末期に生まれた。父は、尾張藩士で、大田大官書の手代を務めており、明治維新と共に、 一家で実家のある名古屋の笹島村へ戻った。父から、漢学書類を読まされた他に、母の影響を受け、11歳頃から貸本屋に通い、特本、創造詩などの江戸下作や徘徊和歌に親しみ、ことに、滝沢馬金に浸水した。愛知外国語学校から1876年、東京海正学校入学、東京大学予備門を経て、 東京大学文学部政治家を1883年に卒業し文学士となる。在学中は西洋文学を学び、詩人の作品のほか、同級の親友、高田さなえのすすめで、西洋小説も広く読むようになった。1880年に、ウォルター・スコット、ランマー・ムーアの花嫁の翻訳、春風上話を刊行。また、高田や、市島春城、 お大一郎、石渡俊一などと人望町の天ぷら屋に通ったが、この時の経験が、統制書生機質の題材になった。その後、高田さないに協力して、早稲田大学の前身である、東京専門学校の講師となり、後に、総大教授となっている。1884年に、ウォルター・スコット、古城の美人の翻訳、大制活劇春間時話、シェイクスピア、 ジュリアス・シーザーの翻訳、外産祈願自由立ちを派英法を出版。1885年に評論、小説真髄を発表。小説を美術として発展させるために、江戸時代の完全懲悪の物語を否定し、小説はまず人情を描くべきで、世帯風俗の描写がこれに次ぐと論じた。この心理的写実主義によって、日本の近代文学の誕生に大きく貢献した。 またその理論を実践すべく、小説、統制書生機質を表した。しかし、商業自身が、それまでの下作文学の影響から出し切れておらず、これらの近代文学観が不完全なものに終わっている、ことが、後に、二葉亭氏名の、小説総論、浮雲によって批判的に示された。当時書生であった、矢崎佐賀の矢の作品を、春野や主人補助の名で出版されることもあった。 1889年に、徳富祖宝の依頼で、国民の共に、細訓を発表して、あとは、小説執筆を立ち、1890年から、シェイクスピアと、近松門左衛門の本格的な研究に着手。1891年、雑誌、和稲な文学を創刊する。1897年前後に儀曲として、新歌舞伎、霧人派、靴で虜上落月。 お夏、狂乱、牧の法などを書き、演劇の近代化に果たした役割も大きい。1906年、島村法月らと文芸協会を開設し、進撃運動の先駆けとなった。雑誌、早稲田文学の成立にも貢献した。1913年以降にも、戯曲、役の行者、名残の星月夜、法難などを執筆する。 役の行者は1913年に完成し、出版する予定となっていたが、島村宝月と松井須マ子の恋愛事件があり、作中の行者、その弟子の広谷、ジョマジンの関係が、徴用、宝月、須マ子の関係を彷彿させると考えて、急遽、出版を中止した。1916年に、この改訂作、ジョマジンを新演芸史に発表し、翌年、 役の行者の題で出版した。続いて1922年に再改訂作、行者と女魔を発表。初演は1924年に初行によって築地小劇場で最初の創作劇として上演され、高い世評を得た。その後も初行及び改訂版により上演が行われている。また同じ題材で、差し絵も自身の手による絵巻物、 新編第五薩伝を1932年に発表した。1920年には、役の行者は、吉江高松によって、レルミットの代でフランス語訳されて、出版、詩人アンリードレニュラによって、賞賛を得た。また、1909年、ハムレットに始まり1928年、詩編その2に至るまで独力で、シェイクスピア全作品を翻訳刊行した。 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館は、商用の古希とシェイクスピア全役の偉行を記念して、創設されたものである。晩年は、静岡県熱海市に建てた草加記者に移り住み、訪ねてくるのは、川竹重俊くらいであったという。調律熱海図書館の設置に協力しており、この図書館は、商用先生記念調律熱海図書館。 商用先生記念私立熱海図書館を名乗っていた時期もあった。最後までシェイクスピア全集の薬文改定に取り組み、新州シェイクスピア全集刊行と、ほぼ同時に成去した。1935年2月28日、官房に帰関士カタルを併発し、総科記者にて死去。去年77、戒名は総科記の重従商用孤児。妻、千は、 東大の近くにあった、根津遊郭の第八万楼の将棋、花紫で、当時学生であった昭洋が数年間通い詰めた後、1886年に結婚した。松本清張はこれを題材にした文豪を書いている。二人には、子がなく、昭洋は兄、吉江の三男、志向を7歳の時に養子に迎えたが、後年、志向の女性問題が原因で、 養子縁組を解消している。また写真家、ノーフエアのカシマセーとその5歳、エッツの間にできた、長女、国を6歳の時に養女に迎えている。この国の改装記。父商用の背中には、晩年の商用の様子が詳しく綴られている。老いの坪内俊夫も早稲田大学を卒業後に作家となったが、日露戦争で戦死した、文化人、シリーズ切手。ありがとうございます。